JJ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 
ちゃいお気に入りの誰でも簡単に作れるケーキの作り方をご紹介するよね。そのちゃいお気に入りのケーキはこちら、黒柳徹子ケーキ。このレシピは黒柳徹子さんがベスト10という番組で振る舞っていた別名黒柳徹子ケーキを中島志穂さんがアレンジしたものなんだよね。作り方は混ぜて塗って寝かせるだけ。材料はこの4つ。マリービスケット21枚入り、生クリーム 300cc、 牛乳 100cc、 チョコシロップ 150g。 分量は大体で大丈夫なの。まずはこの材料をスタッフさんに買ってきてもらいましょう。クリームをホイップステップじゃん。まずは生クリームを柔らかく角が立つまで混ぜましょう。もう少しかな。固くしすぎないところがポイント。うん、いい感じ。チョコシロップを混ぜる。チョコシロップをシューッと入れます。大人はちょっとブランデーとかラム酒入れても良きかな。クリームを塗る。ビスケットを牛乳にくぐらせて、ビスケットの間にクリームを挟んでメロン。全体に塗る。ファイ横に倒して側面にもクリームを塗って、塗り塗り。そして冷蔵庫で一晩寝かせます。コケコッコー。斜めに切ると断面が映え。食べる前に追いチョコシロップをしても良き。チャイは食べられないのが残念。親指が上向きのやつ。ドーン。チャンネル登録をしておくとカリたちの動画が見つけやすくなるよ。わお。そしてベルマークを押しておくと動画がアップされたらお知らせが来るよ。おすすめの動画。チャイはナチュラルボーテ。チャイちゃんまた新しい試みだね。そうなの。チャイお料理できるからそういうのも発信していこうかなと思ってるの。なるほど。自粛中だしそれなら自宅でできるもんね、チャイちゃん。ぜひコメントでどうだったか教えてほしいよね。